何これ何これ、どういう猫ね、何これこれ、めっちゃいた。どうもそうです。ということで、今回もスパルタンやっていくわけなんですが、今回はですね、普通にちょっと話しながら、久しぶりにね、話しながら、ちょっとスパルタンをね、やっていく動画をちょっと今回、投稿していきたいなと思います。よろしくお願いします。サバと申します。ということでやっていきました。今回、スプラマニューバー使っていきます。ということで、ちょっとガチマッチをやりながらね、ちょっとさっきね、話した動画を撮ったんですけども、全く喋れなくて、ガチあさりに集中しすぎて全く喋れなかったんで、これテイク2です、この動画。ちょっとそしてね、ゆっくり喋るためにはね、じゃあやっぱ縄張りが一番合うんだよな。やっぱ縄張りって、ね、適度なんかただ塗るだけでも、じゃ貢献できるんで、ね、ガチマッチよりが、うわっちー、あ、なんかすごい、やばい、負ける、危ない、殺されなかった、危ねえ、はい、ということで、まあちょっとね、紹介を受けたわけなんですけど、今回はね、まあ、スパルタのラストフェスが、まあね、公開というか、ラストフェスの情報がね、解禁されたということでね、今回その話をやっていこうかなと。思います。ということでね。いやー、もうあんま僕ね、こういうゲームの話というか、ゲームの話っていうのいってー、うまー。タピオカって、お前。JK 買って。あんま僕ね、こうゲームのね、新しい情報の話とかあんましないんだけど、ちょっと今回はね、普通にちょっと楽しみすぎて、今回の話をしていきたいなとか、思ってまーす。負ける。ダメだって。新しい、まあ、ラストフェス、スプラトゥーン2のね、もう最後のフェスの情報が解禁されたということで、カオスとオーダーっていうね、二つの、まあ、カオス派、オーダー派っていうね、なんか、ちょっと難しい言葉が出てるわけなんですけども、まあね、日本語訳で言うと、待って、やべえ。日本語で言うと、カオスっていうのが混沌って意味で、オーダーっていうのが秩序っていうね、意味らしいんですよね。で、このね、やべ、このね、このなんつうのフェスで決まった結果がもしかしたら、スプラトゥーン3の、このゲームの世界観に、なるのかなっていうね、そういう予測がね、いろんなネットとかでも出てるわけなんですけども、だから、もしかしたらスプラトゥーン3が発売するかもしれないってわけなんですよ。うわ、負けた。スプラトゥーン3がね、発売するかもとか、発売する多分、します。すると思うんだよ、僕は。しないと思ってたんだけど、前まで。なんか、しそうな雰囲気なんだよね。だから、スプラトゥーン1の時、スプラトゥーン2からやった人はわかんないかもしれないんだけど、この、スプラトゥーン1のラストフェスで、スプラトゥーン2のストーリーモード、ヒーローモードのストーリーがね、決まったんですよ。だから、まあ、スプラトゥーン1では、ホタルとアオリっていうね、キャラクターが2人いたんですけど、テンタクルズの姫と、飯田みたいな感じで、キャラが2人いたんですけど、そのね、キャラの人気投票みたいな感じがフェスで行われて、何これどういう猫ね、何これこれ、めっちゃいた。めっちゃチャージャーがいた。まそれのね、まあ、投票がされて、ホタルが、勝って、スプラトゥーン2の悪役が、アオリになっちゃったんですよ。仲間がホタルになって、敵役がアオリになったっていうね。あー、負けちゃったわ。スプラ1の、フェスの結果がスプラトゥーン2のヒーローモードに、関わってきたっていうね、話があったので、もしかしたらこのね、スプラ2のラストフェスで、スプラトゥーン3のね、何かが決まるのかなっていう感じですね。楽しみだね、普通に。楽しみすぎる。だから、カオス派が勝ったら、もしかしたら、なんていうの、めっちゃスペシャル使えて、もう、ボコボコというかもう、すごい、見た目が派手なゲームになるのかな。で、秩序、オーダー派が勝ったら、ちょっと落ち着いた感じの、シューターとか、そういうなんか普通の、ローラーとかシューターとかが、普通に強いゲームになるのかな、みたいな。カオス派が勝ったら、派手なゲームになって、オーダー派が勝ったら、ちゃんとしたって言ったらだけど、しっかりとなんか本格的なシューターのゲームになるのかなとか思ったりもするんですけども、僕は全然ね、別に運営でもないんで、そんな予測とか立ってるってもね、そんなゲームが決まるわけじゃないんですけど、それ楽しみですよね、このラストフェス。とりあえず今はね、6月の15日にね、フェスがあるのでね、酢豚にね、パインは入れるのか入れないとかいう、なんかよくわかんない。ブーンびっくりした。ブーンってなんだよ。酢豚にはパインを入れるのか入れないのかっていう、なんかよくわかんない。しょうもないフェスが始まるんだけど、僕は好きですよ。そういうしょうもないフェスをするね、運営も。うん。もしかしたらね、今、クソしょうもないフェスをして、なんちゅうの、ためとくっていうのが力。この、しょうもないフェスをして、プレイヤーをね、ちょっとがっかりさせておいて、で、最後のフェスでね、めちゃめちゃ盛り上げて終わるっていう、そういう作戦なのかもしれませんね。もしかしたらね。うん、そうだと僕は思ってます。はい。とりあえず、いる。やばい。危ねえ。やばい。いてんだ。やべえ。上行こう。敵がやべえ。敵がやべえ。待って。あー、一人逃げたな。ここにやっとくか、とりあえず。うわ、やべえ。難しいな、このマップ。ここむずいよ、このマップは、マジで。うん。ここにいるな。やばいやばい。全然、死なないけど、いい立ち回りできてねえわ。死なないけど、キルもできないっていう、そういう、クソみたいな立ち回りしちゃってる。ごめんなさい。とりあえず、こう、塗っちゃおう。よし。だからね、まあ、だから、このスプラトゥーンのラストフェスでね。まあ、楽しみですね。何回楽しみですねって言うんでって話だけど。まあ、あとね、そう、だから、この、やべえ、危ない。またやられると同じ作戦に引っかかるとかって、この細い道でね、打ち抜かれるっていう。やべえ、やめろ。危ねえ。ここって聞くんな。見られてる。マーカーつけられてる。よし。やばい。一旦逃げよう。オッケーオッケー。だから、スプラトゥーン2、ラストフェスが終わった後かな。ラストフェスが終わった後に、まあ、プライベートマッチで、このね、歴代の、この、なんていうの、ミステリーゾーンが、遊べるようになるらしいです。すごい、それもね、すごくいいですよね。ミステリーゾーンが、ね、遊べるっていうのは。だから、僕のね、スプラトゥーンカカロンもやってるわけなんですけども、スプラトゥーンカカロンもね、結構、いろいろできそうな気がしますよね。スプラトゥーンカカロンボの遊べるね、幅が増えるのはちょっと嬉しい限りなんだけど、いやでも、いつ頃追加されるんだろうね。フェスが、お前倒しやがったな。そう、ローラ強えな。だから、スプラトゥーンのフェスが、終わると同時、始まると同時に、プライベートマッチでミステリーゾーン遊べるようになるのかな。まあ、そんな感じでミステリーゾーンがね、遊べるように、全部ね、すべてのミステリーゾーンが遊べるようになるらしくて、もうそれがほんと、一番はそれが楽しみかもしれない、僕。ラストフェスよりか、それが一番楽しみかもしれんわ。うん。倒されるの、最後の最後で。最悪なんだけど。最悪なんだけど。武器が、ダメだや。ってなんだよ、これ。プロモデラーや、使っちゃおう。ダメなのかな？このギアがダメなんだと、もうギア全く僕育成してなくて、もう全くちょっとなんか暇になったら縄張りやろうみたいな感じで、ちょっと甘ぬるい志でスプラトゥーンやってきたんで、ギアが全然揃ってないんだわ。視聴者にね、スプラトゥーンを舐めんじゃねえって言われそうな気がするわ。よーし、ということで、アロワナモールやっていきますよ。またここかよ。またここだよ。あ、ね、アロワナモールの方が好きだわ。アロワナモールの方が、ハコホグよりか、もう、なんか好きですね。はい。全く下足らずだな。まあ、とりあえずやっていきますか。よし。いくぞ。これ勝ちたい。最後の最後は勝ちたいわ。最後の最後でしっかり勝っていきますわ。皆さんよろしくお願いしますね。ということで。でも普通に僕ね、この武器で結構勝ってきてるなんで。この武器で一番僕、スプラトゥーン2ではこの武器が一番長いんじゃないかな。使って、待って、あいつ、腹立つな、チャージャー。あいつ倒しに行こう。やばい。気づいたら後ろにいるっていう恐怖。あ、そこにある？やばい。こいつよし。倒していく。しっかりともう、ストーカーみたいに狙ってきますから、僕。ずっと追っかけてくから。いる！ちょ、やばい。なんで、早くないのこいつ。ダメだ。危ねえ。いいぞ。おー、ということで、ちょっと、ごめん、ゲームに集中して全く喋れてねえわ。はい。というわけで。そう、だから、思い出した、そういえばさ、来週 ?6 月の末かな？ちょっといつ頃か忘れちゃったんだけど、E3 が、なんだ、チャージャーうめえな。スコープかよ、チャージじゃなくて。まあだから、いつかわかんないけど、多分6月 ?7 月くらいに、この E3 っていうね、まあゲームの、まあね、超でかい祭典がね、まああるんで、毎年ね、やってるんですけど、それでね、スマブラのね、新しいダウンロードコンテンツのね、キャラが、発表されるらしいですよね。どんなキャラかな？一番新しいキャラではね、スマブラは今、ジョーカーって、ペルソナ5の、まあ、主人公ね、ジョーカーっていうキャラがね、まあ、追加されてね、めちゃめちゃ強くて、僕すごい苦手なんですけど、ジョーカー。マジでジョーカー苦手だよね、スマブラのジョーカーってキャラ。めちゃめちゃ強すぎて、全く勝てないんだよな。まあ、それは置いといて、スマブラでね、新しいキャラが追加されるわけなんですけども、E3 でさ、多分もしかしたらスプラトゥーン3のね、情報もね、出るのかな？いや、出ないか、さすがに。さすがにまだ出ないかな。出てくれたらすげえ盛り上がると思うんだけど、多分、まだね、まあ、スプラスの情報が出るのは早すぎるかなっていう感じですよね。まあ、スプラ3が発売されるとしたら、まあ、多分2020年の夏くらいには出るのかなとは僕思うんですけど、どうなんだろうね。まあ、スプラトゥーン1の、狙われてる、危ない。スプラトゥーン1の、ラストフェスが、終わった、やばい。こいつは倒した。こいつだけは倒した。よっしゃー。わー！スプラトゥーン1のラストフェスが終わってから1年後、ちょうど1年後くらいに、スプラトゥーン2が発売したので、もしスプラトゥーン3が発売するとしたら、まあ、スプラ2のラストフェスが終わって1年後ですね。だから、2020年の夏くらいに発売するんじゃないかなって、僕は思うんですけど。どうなんでしょう。これ勝ったかなこれ。勝ちてえな、最後は。あ、こいつ、お前、ローラー、むずいな、対処すんの。イェーイ、やったー。まあ、最後の最後でね、勝っちゃいますよ。もう、ありがとうございます、皆さん。はい。高評価とチャンネル登録してください。はい、という今回ね、久しぶりにスプラトゥーン、まあ、遊びながらね、話してみたわけです。スプラトゥーンのラストフェス、すごい楽しみです。7月18日にね、2日間、7月18日、19かな ?18、19、20かなわかんないけど、まあ、やるらしいです。楽しみ、マジで。これでね、スプラトゥーン3の世界観が決まるとしたら、すごいなんか胸熱というか、熱いですよね。スプラトゥーン3でね、どんな風になってほしいのかとか、あとはカオス派、オーダー派、どっちに皆さん入れますかということでね、よかったらコメントしてってくださいね。ということでね、とりあえずは、まずはね、酢豚、パインありか、ナチハかをね、頑張っていこうかなと思います。ということで、じゃあまた見てくれると嬉しいです。それではまた見てください。では、バイバイ。